平成元年に区が初めて減りました。一つはこの東区と南区が合併をして今の中央区になったのが平成元年です。ちょうど大阪市が誕生して100周年の年でした。まあ偶然ですけどね、 100年経って本当にまあ一大転換期、ターニングポイントを迎えたわけです。同じ年に大江戸区というのが北区に合併されて現在に北区になりました。大江戸区という名前が消えたんですね。なぜ東区と南区が合併されて中央区になったのかというと、いわゆるドーナツ化現象、都心の人口が減って周辺の人口が増えていくという現象です。都心がですね、商業ビルとそういうもので活性化していけばいくほど住む人口が減っていくということになったわけですね。働く人たちは大概郊外周辺の区に住んで、中心街はもうビルばかりという環境に変化していった。これはもう都市化という現象の一つの側面で、止められなかったわけですけども、最終的に区がなくなるということになったわけです。人口減少時代という叫びがここに出ましてね、大淀区もそうですね。で、大淀区はこの区、細長い区が、できましたが、これよく見ると今現在の北区の駅前再開発のグランフロントとかですね、ここ大阪駅ですけども、第二期開発が進んでいるこの辺りなので、今まさに現在進行形で大注目を浴びている大阪、北部第二期開発のメインステージです。大淀区ね、北区というのは大阪駅、梅田を抱えて大阪を代表する大繁華街エリアですけども、最終的にこの淀川はね、川沿いの工業地帯の一部として、想定されていた大江戸区は、60年代にこの淀川北岸が発展をし、発展の矢印が大阪東部を向かい一段落した頃に、この大江戸区エリアというのは工業地からこの北区側の、駅前の繁華街ターミナルエリアのこの発展のこちらの方の流れで飲み込まれて、姿を変えていった、変えつつあるわけですね、今でも。そういうふうに時代とともに産業の構造とか、求められているものが変わり、住み方も変わり、町の風景も変わっていって、この形も変わっていって、人口がそこにね、大きな要因として関わって、ということで、今現在の区の形はね、これからも多分変わっていくんだろうと思います。で、平成元年のその後、区以降、区は増えもせず減りもせず、ある意味成熟の時代を迎えて、今現在24区にのまま落ち着いているわけですけども、西暦2008年、2020年、これはもう日本全体の問題として、もうはっきりと人口減少時代を迎えています。国勢調査、厚生労働調査両方とも2008年を境に日本の人口は減り続けている、数十万人規模で減り続けているということです。これからはね、どうやってその人口減少をの影響を柔らかく受け止めて住みやすい街を作っていくのかというのがクローズアップされていくはずです。今までとはなんか違う発想が求められるのかなと思いますけども、その時にこの駆け足で振り返ってきたこの150年間のですね、大阪の区の足取り、ここにも何か学ぶものがあるように思います。で、各24区の名前もね、由来をたどると非常に古い由来のあるものが多くて、決して単なる行き当たりばったりに付けられた名前ではない、意味があって付けられている。区が分かれていくタイミングというのも、それぞれにその時代の役割を担って分かれるべくして分かれてきたということなので、これはやっぱり一つちゃんと振り返ってですね、今後もしまたこの形で変わっていくんだったら、そこで、語られてきた歴史とか、そこで見えてくる何かの知恵とか、そういうのは生かしてもらいたいなと思うわけですね。ですので、まあ、この後次回からは各区の24区の足跡をそれぞれ振り返っていきたいと思いますけども、今日はその
足がかりになる全体図というのを、一緒に見させていただいたつもりです。次回からはまた一つ一つの句で、詳しく見ていきたいと思いますので、よかったらまた、ご覧ください。ということで、今日は終わります。